はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。モノミスの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、この角笛ですね、角笛を入手して、帰ってきたとこなんですけども、こっからどうしたらいいんですかね。だいたいもう回ったんだけど、ちょっとクエストの確認、上からですね。これが、これがその前回取った角笛のクエストですね。エメラルドの、角笛を見つけました。その助けがあれば、要塞内の緑色の障壁の封印を解くことができるって書いてますね。これ宝箱のとこかな？あの緑色の場所。あそこが溶けると、角笛があれば。で、これが、これがアーティファクトですね。メイス。メイスを見つけた。まだ2個しかないんじゃないかな。メイスと、ブレスレット。で、聖域の奥に行くには、一式が必要って書いてますね。で、ディバインギフト。これが7番目の誓いの聖堂を訪れたが、誰もいなかった。これなんか教会みたいなとこかな。でかい町の教会。原初の趣旨の痕跡もなかったので、後で戻った方がいいだろうって書いてますね。で、これが、これは、あれだね、今日、兄さんの遠征のことだね。兄の遠征についていたウィンを見つけた。彼はリサンドリアで、ほとんどの時間を湿った独房、独房を助けた人ですね。で、アリアス、彼は、みんなが鉱山に連れて行かれた。と私に言いましたって言ってますね。マイン。で、これが、キャプテンセレナ。東の、砦が敵に占拠されていると。人質が取られているので攻撃ができないって言ってますね。あとこれだ。これもキャプテンセレナですね。数週間前に、兄が遠征隊を迎えに来た。と話してくれた。どうやら彼は尋問のために、第7の誓いに引き渡されたようだって書いてますね。一番下。その再聖域に行くには、一連のアーティファクトがないとゲートを開くことができないって書いてますね。じゃあまず、角笛を使いに行ってみますか。ここだ。ここで？角笛。おお、これは？またなんかの鍵かな？どこかに挿入できそうって書いてますね。どこだ？じゃあ、ここにあったかな、そんな場所。とりあえずじゃあ、キャプテンセレナの場所に行って、キャプテンセレナはこっちか。
人質みたいなの助けてないんだけど。ジャンプしていけとかじゃないよね。いや、うん、いらないね。この先俺行ってないかもしれない。これでもし、あ、向こうが行けるか？よし、来た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 。待って、いっぱいいる。あ、ナイス。そこで一人。待って、行った。早く。あぶな。よしよし。ハンドレバー。あ、この人か、人質って。あ、なるほど、これで助けてあげて。うん、助けてくれてありがとうございます。西の守備に戻ります。うん、会話終了。これで、あ、これどうなる？
なんか隠しスイッチとかないかな。これで、じゃあちょっと戻ってみようか。よし。下も気になるけど。でセレナさんのなんか部下に指輪を盗んだ疑いをかけられてる人がいたけど、この人いない？ガードって名前がガードしかないもんね。あ、いや違うな。こういう名前じゃなかったな。あ、この人囚人だった人か。あ、開いた。イノコかいらないよ。久しぶりに焼いたかと思ったら、マジでこれロックピックのスキルポイント本当にいらないな。ガードガード、みんな同じか。どれだろう。あ、これかな。関わらないでと言ったのによくやってくれた。うん、あなたの特別な許可を、許可を考えるかもしれません。まずは、門番小屋から、ウェイストランド人たちを追い出さなければならない。出ますね。うん、男性人。橋を下げろ。攻撃の準備をするんだって言ってますね。お、お、よし。なんで、待って待って待って、なんで俺に来る。今いっぱい走ってたじゃん。早く。危ない。なんで俺これあそこか。はい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 。あ、待って待って、みんな固まってるよ。あ、でここがつながって、
もう正門開いたのかな？あ、うん、そうだよね、ここ。どうなんだろう。行ったら戻ってこれそうだから。これで OK かな？What's that? What do you want? ん？なんだ？うん、許可。うん、あなたは私たちを助けてくれた。うん、手に入ると信じているみたいなこと言ってるけど。Get lost. もう、でかいもんが。あ！あー、なるほど。町とつながるんだね。あ、もしかして本来これもっと早めにやれたんじゃないのかな？なんかそんな気がするな。じゃあこっちは？このマークは、あ、で、この先が鉱山だね。これだ。来た。この先に、兄さんのたちの遠征隊が閉じ込められてる？あ？あ！はい。アーリーアクセス。バージョン、ここまで。なるほど。この先はいけない。待って、じゃあ。まだアーティファクト見つけてないんだよな。ちょっと教会とかに行ってみようか。あ、あと待って、ゴールド2個溜まってるからあれだ。バックパック買える。ちょっとじゃあ街に戻ってみよう。ここが多分、すべての、そのアーティファクトがないと開かない場所がここなのかな。開かない。うん、できないね。あ、今3つか。ブレスレット。あ、これは違うのか。やっぱ2つだね、まだ。ここ入ってたっけ？ああ、この先行けない。ここだね。
ここにその原初の種があったのかな、もともと。言っても誰もいないと。後で来た方がいいかもしれないみたいな書いてあったけど、まだその時ではない。待て、まずはバックパックを、危ない、バックパックの人どこだっけな。これ下水につながって、この人だ。この町に来たばかり。うん。バックパック。購入。これも買ってみようかな。でも高いね。あ、空きがない。あ、スイッチして。よし。If you need to get rid of anything else, you know where to find me. 今じゃあ3になるってこと？どうすんだこれ。あれもしかして既に1個装備してるから意味ない？なんかその可能性あるぞ。これ装備できない。なんかアイテムがいっぱいだからとかじゃないよね。あれ装備できないな。なんかそんな気がするな。すでに俺拾ったやつあるから、これ買わなくてもよかったんじゃない。なんかそんな気がする。ここも開かないんだよね。俺に依頼したおじいちゃんまだ揃ってないからな。What is it now? I have important matters to attend to. もしあなたが私を助けてくれるなら、彼の探す方法をうん、手助けする。本当に彼を見つけられるのか、どこにいるかさえ知らないんじゃないのか、みたいなことを言ってるけど。
まだ、そうだね。じゃあ、あとわかんないぞ。メイスを見つけました。意識がないとダメ。聖堂訪れたが誰もいなかった。で、これは鉱山ですね。兄は鉱山に連れて行かれた。で、これも、聖域の奥に行くには一連のアーティファクトのみがゲートを開くことができる。もしかして今、現時点でここまでなのかな？はい。では今回はとりあえずこの辺ですかね。で、もし何か分かったらまた続きをやっていこうかなと思います。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。